皆さんこんにちは、光先生とエリちゃんです。はい、今日は触れ合い遊びをやってみたいと思います。はいね、もう体勢は何でもいいです。こうやってお膝の上に座らせたり、まあこうやって向かい合わせにしてもいいですし、お座りができるお友達は向かいに座らせてやってもいいと思います。はい、ぜひ、お子さんの機嫌のいい時、体調のいい時にやってみてください。コンコンクシャンのお歌で触れ合い遊びをやってみたいと思います。はい、じゃあエリちゃん行くよ。はい、行きます。3、はい。リスさんがマスクした、小さい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 マスクした。はい、コン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 クシャー。ツルさんがマスクした、細いマスクした。はい、コン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 クシャン。ブーちゃんがマスクした、はい、丸いマスクした。コン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 クシャーン。カバさんがマスクした、はい、大きいマスクした。はい、コン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 クシャーン。ゾウさんがマスクした、はい、長いマスクした。はい、コン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 クシャー。はい、それでは次にパン屋さんにお買い物でやってみたいと思います。はい、いろいろなパンが出てくるので、ぜひ一つ一つ振り覚えてやってみてください。はい、では行くよ、いちゃん。3、はい。パンパンパン屋さんにお買い物、サンドイッチにメロンパン、ねじりドーナツパンの耳、チョコパン2つくださいな。はい、もう一回やってみたいと思います。3、はい。パンパンパン屋さんにお買い物、サンドイッチにメロンパン、ねじりドーナツパンの耳、チョコパン2つくださいな。はい、では次に雷丼がやってきたのふれあい遊びをやってみたいと思います。はい、では行きます。はい、まずは1本から。3、はい。雷丼がやってきた、どんだかどんどんだかどん、隠さないと取られるぞ、どんだかどんどんどん、隠すのはちゃんおでこ、セーフ、イエーイ。次は2本。3、はい。雷丼がやってきた、どんだかどんどんだかどん、隠さないと取られるぞ、どんどこどんどんどん、隠すのはちゃんおでこ、じゃんほっぺ、お、セーフ、イエーイ。次は3本。3、はい。雷丼がやってきた、どんどこどんどんどこどん、隠さないと取られるぞ、どんどこどんどんどん、隠すのはちゃんおでこ、
じゃん、ほっぺ、じゃん、お花セーフ、イエース。次は4本。3、はい。雷どんがやってきた、どんどこどん、どんどこどん、隠さないと取られるぞ、どんどこどんどんどん、隠すのはじゃん、おでこじゃん、ほっぺじゃん、お花じゃん、お口セーフ、イエーイ。最後は5本。次はどこかな。3、はい。雷団がやってきた、どんだかどん、どんだかどん、隠さないと取られるぞ、どんだかどんどんどん、隠すのはじゃん、おでこじゃん、ほっぺじゃん、お花じゃん、お口じゃん、おめめ。おお、マシャ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 、セーフ、イエース。ねえ、楽しかったね。こんな感じで最後はこちょこちょこちょってやってあげるともっとお子さんが楽しめると思います。皆さんもぜひ一緒に触れ合い遊びやってみてください。